はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、どうも。今回はですね、戦国無双じゃないね、新三国無双4をやっていきます。新しい無双モードなんですけど、今回ですね、魏軍が、花崗炎が出たんで、で、諸軍がですね、あと趙雲と劉備だけかな、とりあえず。なんでですね、どうしようかなって考えた結果、今回はちょっと超運でいこうかなと思います。はい。超運でやっていきます。じゃあやっていきましょう。冷静かつ豪胆な将。混迷するよう憂い、仰ぐべき勲章を探して諸国を放浪している。義に厚く誠実な若武者であるというところで、まあ、主人公ですわ。主人公。はい。難しいないとね。難しいないといきます。初期捨てからやっていきましょう。まあ、義に厚いとか言いながら、高孫さんの元を離れたのは離れたんですけどね。そこがちょっと気になるところであるけど。イケメンやな。イケメンやな。この混迷の世にあって、我が槍を振るって使えるべき主君を求めて旅をしている。僕も君みたいな顔になったらいいのにな。私は黄金族討伐のため、炎章殿の軍に参じることとなった。果たして炎章殿は我が主に。なあ、やめとけやめとけやめとけ、カスじゃん、あいつは。まずはこの地の乱れを正し、民の涙を止めることを考えれば、いざ超支流の槍さばきで明日を開かん。そなたが趙雲か。私が名族遠家の長遠本所である。誇り高き我が軍の栄誉ある戦に参加できることありがたく思うがよい。相変わらず腹立つな、こいつ。相変わらず腹立つな。我々は邪教の主張覚と奴に従う者どもを討つ。我が愛する奇襲の地を乱す愚虚の輩は一掃せねばなるまい。策などいらん。我が軍の意向をもって正面から乱を鎮めるのだ。そなたも我が軍の将として恥ずかしくない戦をしてくるがいい。奇襲の戦いやね、最初は。さあ、趙雲の、まあ、モーションはですね、なんとなく覚えてます。はい。よく使ってたので、関水の戦い、モーション伝でよく使ってたんで、それなりに知ってます。まあ、遠玉は確定やな。で、真空書もいるやろ。だからここら辺は変わらずやね。OK。行くか。聴覚、聴法、あ、でも全員違うな。全員配下武将なしやね。よし、やっていきましょう。まあ最初なんでそんなに難しくないと思います。ティッティリリーティッティリリリティッティーティッティリリリンリッティリリーティッティリリリティッティー及ばずながら御所力に参った。防御拠点守りは強固、抜かるなよ。怖い。で、これは多分変わらず優秀な攻撃だと思うんで、うん、いいよね、こうよね。あ、でもこれあれか、これあれかね、見た今のガード弾くんや、弾くっていうか止まるんや、そこで。あ、これいいな、これ結構優秀やな。じゃあ話変わってくるよ。ほら、こういうことやん。これは話変わってくるわ。全然優秀すぎるわ。ただ、まあ、乱戦ではこうなるよね。こうなるんよ。やけん、あんまり、特に校内のステージではちょっと使い方を考えんと、痛い目見ると思う。なんか来たぞ。なんか来たぞ。大丈夫か？天地の怒りよ。ああ、オリジン、お前もっといいやつっぽいのにな。はびこる獣を打ち倒すのだ。ちょっとでもやっぱ悲しくもあるよね。悲しくもあるよね。ちょっとやっぱ聴覚はこうじゃなくちゃっていうのがちょっとあるよね。敵の勢いをくじけ、聴覚はこうじゃなくちゃっていう思いが多少残ってるのは僕だけ。
残念なことに。いや、分かっとんよ。仕方ないよ。そういうさ、ストーリー重視でやるんだったら、それはもちろん分かっとんやけど。なんか最大生きよるぞあいつ。ここ補給拠点か。オッケー。さあこれでどうする？ちょっとこっち倒すか。見事です。いらっしゃい。お前、ウォーロンのお前マジ強かったんやけど、ウォーロンのお前がマジでエグかった。めっちゃ難しかった。優秀。よし、帰ろう帰ろう。これでちょっと祭壇の方行こう。大丈夫これ。祭壇行ったらこれってさ、どうなんやろ、倒せるやろか。武器はこれね。やばい、もう一人肺炎症もおるわ。痛い目に遭いたいか。ですよね。OK。よし。よっしゃよっしゃ。祭壇制圧。ああ、やだ。取らさして。え、早くない？貴重品。もう出た。え、そんなバカなやな。もう顔面偏差値で負けすぎとるって。劣等感すごいやろ。俺やったら辛くても生きていけんぞ、立ち直れんぞ。イケメンで強いやつに。ここを抑えれば黄金の宝物にならないはず。こんなんなるんや。定山の超主流、敵拠点を制圧いたした。はい、誰も聞いてない誰も聞いてない。綺麗に無視されてます。あと左やね。これってなんなん？これって壊れるんかな？あ、壊れはせんのか。敵将撃ち取ったり。一人はその勇気を認める。で、ちょっと鍵よりも前に先に、あー倒してないな。オッケーオッケー、火災倒してない。で、ここです。攻撃拠点。おっしゃ、早々にリンドウ欲しいな。ね、早々にリンドウ欲しいよね。ここら辺に武器ない？あるね。これこれこれ武器で、鍵倒す。超運は正直軽い武器が欲しいな。軽い武器でもう一気にゴリ押したい。で、あとは、あとはね、あ、ごめん、この真ん中の真ん中のちょい右上に選手があるわ。浮き選手がこっちにあるわ。こっちに、あれない、これか。オッケーオッケー。で、左上に武器があるんで、それ取って、長方じゃないわ、長角のところ行こうか。この上、さあ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 、ここは何ですか？ここは何でもないですね。このね、上にね、あるのよ。あれ、
防衛の要衝を突破できると思うな。OK。どっちやろ。こっちかな。あれ違うよね。こっち側にあるようになっとんやな、武器箱は。あれかあれか、ごめん、これじゃん。見落としとった。これです。はい、OK。これだと聴覚やね。で、これで終わりでいいんよね。よし。多分ね、あれは貴重品はね、ユニーク武器だと思う。無印はほんと簡単すぎるけん。冴えているな。いらっしゃい。へい。いやー、このチャージ、このチャージラッシュきついな。なんでこれにしたんやろ。何やるな貴様。さては、よし、オッケー。んでもこれチャージダッシュ使えんね。もうちょっと難易度が上がったら結構きついと思う。打ち取ったり。また大抵の興奮を見ぬという名族に子供騙しの術など。あ、これがあった。そう、超運ってね、ジャンプチャージこれなんよな。これ強いんじゃなかったっけ。まあ、そんなに難しくないね。皆の活躍により黄金族の首領聴覚を撃つことができた。長を失った族軍は滅びるのみ。我が軍の強さは天下に知れ渡った。だ、今後はさらなる軍備増強に努め、諸侯の長にふさわしい国力を得る。名族遠見を広く天下に広めるのだ。はい、お任せ、頼むぞ頼むぞ、来てくれ。いい武器来い。硬直そう。あ、いい。でも軽い来た。リンドー。でも、軽いが来たけん、オッケー。ね。軽い来たよ。素晴らしい。三国の傑物。顔もも？顔もも？顔ももやん。さあ、ということでですね、次行きましょう。第2ステージです。超運何ステージあるんやろ。私たちは黄金の族徒に勝利した。だが、まあ、超運は5ステージやな。私が使えるべき個人ではない。そう感じた私は炎章殿の陣を後にした。違うね。私は真の主を求め各地を訪ねた。お前ポケモンか。そして高村さん殿の陣を訪れているときに、炎章殿が反董卓の連合軍を起こしたとの情報を得た。董卓は官室をないがしろにする逆賊。俺は乱世を正す好機だ。そこで私は高村さん殿に従い反董卓の連合軍に加わることにした。そなたは黄金族を駆逐した時の超運か。姿を見ぬと思ったら高村さんの下におったが、使えるべき主を見誤りおって。まあ少なくともお前ではないよ、間違いなく。いやだいやだ、来た。この名族円本書が名手として諸侯の連合を率いるゆえ、そなたも奮起せよ。やばい。目指す敵は董卓が、その前に猛将呂布の守る古老館が激戦地となろう。何としても古老館の先に進み董卓の首を取るのだ。やばいぞ、来るぞ、地獄の始まりや。天使をいただく身でありながらその御を生み出すとは何たる不敬、何たる不忠。みんな私についてまいれ。逆賊董卓の手から都を、官室の威信を取り戻すのだ。
さあって地獄の始まりだぜ。軽い硬直走の軽いでいきましょう。チャージラッシュ、チャージシュートがどれぐらい優秀かにかけます。それだけにかけます。牛歩リージュ、とりあえずどうしようかな。とりあえず牛歩倒して、優秀なんじゃない、チャージシュート優秀そうじゃない。果たすのだ。痛い目に遭いたいか。どう？まあそうだろうなって感じやけど。どうすか。いや。このタイプのさ、チャージシュートさ、若干範囲が足りんのよね、毎回。みんなそうなんよね。もうちょっと範囲が欲しいとこなんやけど、毎回ちょっと足りんのよな。いやー、ちょっと待ってよ、これは微妙なとこやな。リージを先倒すか。いや、回り込んのが早かった。向こう側狩りとか早かったかな。開いてないんかい。全然戦ってないよお前ら。お前天意いらんごすなよお前は。えい、防御拠点か。我らが健康な守り、僕と見るがよい。そうなるんよな。しかも意外とダメージ入らんな。オッケー、これでリージュ倒す。あ、待って、これ結構キビいかも。チャージシュートの範囲が自分よりもだいぶ前なよね。それがきついんよ。OK。 よし、いか、ちょっと待てよ。普通にむずい。うわ、これ俺超結構強いと思ったけど、モーションが普通すぎてきついパターンか。さっきこっちやね。我らの攻めの構え。これはね、チャージロックが早々に欲しいやつやな。チャージロックはね、確かね、超運は一気に投げ払うやつやったと思うんですよ。それは覚えとんよ。怖っ。へい、よし、これで一旦待てよ。先にこの配下武将を2人倒して、あ、お前マジか。そこで、お前うざ、お前早っ、攻撃早ない？やばいよな、もっと手前で攻撃してくれたのに、チャージシュートを。なんであんな遠巻きにするんやろ。めっちゃ思うわ。なんであんな明らかに効率の悪い打ち方なんやろなって思うわ。
排水ゴフ欲しい。まずいな。次行きやす。で、この上のやつは倒せるはずなんで、こいつは倒せるよね。リカクはいけるはずよ。リカクいけるね。俺の攻撃かわせるか。やばい、やばすぎる。何今の投石か、見えんかった。うざいなお前、お前うざいな。ちょっと待ってよ、難しいよ。負けない。敵将撃ち取ったり。よし帰る。これで右側の配下武将も倒したい。いかんねえ、これチャージシュートダメやな、使えんな。これ乱戦では無理やわとか言いながら使うけどな使うけどなとか言いながら使うけどな。エボリューションがあると強いよね。エボリューションの攻撃が早めに見つかってくれると。で、ごめん、ちょっと待てよ。隠しまだおるな。コシンがおるよな。こっちが先やな。倒してないね。オッケー。危ない。よし、敵将撃ち取ったり。オッケー、これでちょっと武器取ろう。あ、違う、どっちや、こっちか。ここら辺に武器があるはず。オッケーオッケー。で、もう一個下にもあるよね。ここら辺にも一個あるんやけど、これか。よし、これでですね、隠しともう一人倒そう。なんかあそこら辺におった、二人おったろ、倒せるはずよ。超運がさ、もうちょっとさ、チャージシュートの範囲が手前だったらほんと強いのに。てか全方位竜巻でいいんやけど。よし来い。まあチャージ3、チャージ4で多分。危ない。まあチャージ4で多分こう投げ払うのが前提だろうね、この超運のモーションは。へい、その力さらに輝かせてみよう。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり。でですね、こっちに一人おるよ。これも倒す。光純は配下武将おらんのんで。いいよ。敵将撃ち取ったり。OK、 よし、右側行こう。右側は倒してくれるかな。長領だけ倒すか。長領をさ、前なんか誰かに倒された気がするよ俺。前誰かで、天衣の時か、天衣の時にやって、
なんか俺倒された気がする、誰かに。間に合わんかった。間に合わんかったなったっけ。こうなるよね、自然と。自然と戦い方がこうなっちゃうよね。来い。よし、よし。来いや。来いや。来いよ。うら。嘘やろ。オッケー。さあ来た、来るぞ、来るぞ。来たー、来ました。さあさあさあ、こっからですわ。こっからが問題なんすわ。どうしよっかな、どうしよっかな。ちょっと両夫の前は保存していい。あ、自軍拠点消滅しとる。ダメじゃん、ダメじゃん。さあ、趙雲も多分、イベントあれよね。呂布を助けるか、呂布倒すか倒さんかみたいなんで。なんかあるはずよ。ちょっと待って。保存していいか。いいよ。仕方ない。もうここはね、運だから。さあ来た。あれ？ないんか？この俺が叩き潰してくれる。なんかあるよね。追い詰めてやりましょう。怖えな。なのね、お前らがマジ邪魔なんよ。もうマジキモい。いいか、あかんやん。こいつほんまあかんな。なんじゃあいつ、マジで。いや、やっぱチャージダッシュきついわ。チャージダッシュがあかん。呂布の親衛隊強いし、寄ってくるんよね。反撃されるんよね、絶対。もう一回やろう。もううざ、これうざいわ。こいつの攻撃なんなん、ずるない、このチャージ位置ずるない、敵ん時の。だからよし。危ない。ああ、うん、ずるいよ。ちょっとな、和訳せやわ。
いいね。いいよ。いいよ。完全にはまっとる。変な受け身取るなよ。頼む。変な受け身取るな。オッケー。よし。よし。ずるいとは言わせない。ずるいなんて言わせない。これが大人のやり方です。これが大人のやり方ですから。いかんな。これマジきついな。このチャージダッシュ鈍いわ。もうあかんな。もうこのレベルからダメやな。使うの。もう確実に反撃されるもん。されるよな。敵将撃ち取ったり、今が好機よ。全軍進軍せよ。なんやねん。もういらんことすなて。なんやお前ら。さあマジうざい。で、超才がおる。超才倒して範疇倒そうか。倒されるかな。倒される気がするな。しゃ。オッケー。まあ、いっか、範疇は。多分倒されるやろ。いや、微妙やな。倒されんか。倒しに行くか。なんか、あの敵の数、大丈夫そうな気がしてきた。間に合うぞ。追い詰めてやりましょう。ダッシュダッシュ。あれ、なんかさ、左下から援軍来るのってあれ、失勢感やったっけ。なんか誰か来んかった。あれ、リージュじゃなかったっけ、あの援軍で来るの、左下から。あれって失勢感やったかな。失勢感で援軍に来るのがリージュか。こっちはまた別物か。いけるよ。いけるよ。よよよ。いいね。両夫をあれだけサクッと倒せる。いいね。あの、端っこにはめれるんやね。一応。俺がぶっ飛ばしてやる。はい、OK。よし。負けねえからな。いいよ、素晴らしい。撃ち取ったり。よっしゃ、これでトータク倒すか。まあそこまでめちゃくちゃ難しいわけでもなかったね。まあ5ステージあるけん、一応超運最後がイリオの戦いなんですよ。まあイリオの戦いまでにリンドルどれだけ強い負荷の武器が出るかやね。やっぱり攻撃負荷がついとるリンドルがやっぱ来てほしいやん。それがもう第一前提だと思うよ。なおかつエボリューションがついてはめれるような攻撃手段が確立できれば超運はだいぶ強くなると思う。まあ誰でもそうやけど。超運ノーマルさんがやっぱきついけんね。あマジで、あやばいな。オッケー。よし、当たれ。いいよ。オッケー。主治が憎いが消えてゆく。敵将撃ち取ったり。オッケーオッケー。ちょっと使い方考えよう。ここで来いリンド。
頼むけん、とりあえずリンドウ来てくれ。チャージロックはあの投げ払いやろ。あれができればだいぶ違うんやけど。役属トータクをついに倒すことができた。これも連合軍の諸侯が力を合わせた結果だ。名士として誇りに思う。トータク打倒という目標が果たされ、連合軍は退散となる。だが、名族の旗のもと戦った日々を皆忘れないであろう。ああ、嫌いやな。やっぱお前嫌いや。どこまで行ってもやっぱお前が嫌いや俺は。硬直そう。ああ、重いか。重いはいらんのよな。ここで欲しかったな。さあ、ということで2ステージ終わりましたんでですね、今回これで終わりたいと思います。次またやっていきますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。